汚れなき祈りは、クリスティアン・ムンジュー監督、脚本による2012年のルーマニアのドラマ映画で、ある、ルーマニア正教会修道院の二人の若い女性を、描く。第65回カンヌ、国際映画祭コンペティション部門で、プレミア上映され、ムンジューが、脚本賞、コスミナ・ストラタンとクリスティーナ・フルトゥルが、女優賞を受賞した。 第85回アカデミー賞外国語映画賞では、ルーマニア代表に選ばれ、最終選考に残っている。脚本は、タテアナ・ニクレスク・ブラによる2冊のノンフィクション小説に、基づいている。映画は監督の会社である、モブラ・フィルムズにより制作された。また、フランスとベルギーからの支援も受けた。制作費は、ノルウェーのナショナルセンターフォー・チネマが27万3100ユーロ。 ユリミッチスが40万ユーロを出資している。撮影は2011年11月から2012年2月に行われた。第65回カンヌ国際映画祭でのキャストとスタッフ。2012年5月19日に第65回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された。ムンジュが脚本賞コスミナ・ストラタンとクリスティーナ・フルトゥルが 女優賞を受賞した。ありがとうございます。